はい、君と見た海の練習のポイントについてお話をしていきます。よろしくお願いします。この曲については3つのポイントに絞ってお話をしていきます。1つ目16分音符、2つ目白い音符、3つ目フォルテの使いどころ。はい、この3つに加えて最後でもう2つ付け加えをお話ししますので最後までご覧ください。それでは1つ目16分音符なんですけれども、この曲の特徴として16分音符に細かい言葉が載っています。いきなり最初、暑い8月の海で、8月の、こういったところが暑い8月の海でみたいにこう雑になりやすいんですよね。ですのでそこだけ取り出してゆっくり練習する、正確に音程を取れるように練習する。暑い8月の、8月の、8月の、のようにこの16分音符の崩れやすいところを集中的に繰り返し練習するとリズムが揃って言葉もはっきり聞き取れるようになります。一つ付け加えなんですけれども、海でのところは海でみたいにこうだらしなく下がりやすいので、海でうと海でをこう分けるような感じ、決して切るわけではないんですけれども、海でのようにうと海でを分けて歌うような考え方で、うーみでーと行くと、うーみでーみたいにぐにゃーっとなりづらいので、お気をつけてみてください。サビの前も16分音符崩れやすいですよね。少しずつ砂ににじませてくように、砂ににじませてく。ここはどちらかというと男性パート、崩れやすいんです。少しずつ砂ににじませてくように、砂ににじませてく、砂ににじませてく、のようにゆっくりやってしっかり揃えていく。サビの部分も、素直な気持ち気づかせてくれる、ここもやはり男性が崩れやすいです。男性は割と高めのところに行きますから、力ずくで素直な気持ち気づかせてくれるみたいに勢いだけで歌ってしまうと、こうガタガタっと崩れてしまいますから、素直な気持ち気づかせてくれる、素直な気持ち気づかせてくれる、特にこのレの音、まあレのフラットですけれども、このレの音がしっかりキープできるように、素直な気持ち気づかせてくれるのように、ここだけ取り出して練習する、そのような精度の高い練習をしていくと、この曲の仕上がりにぐっと大きく差が出ます。はい、二つ目白い音符、全音符や二分音符、普天二分音符でハーモニーを作る場面が結構この曲の決めどころになっています。一番の決めどころは、輝いてる、この全音符ですね。男性がアルトがソプラノがこの和音をしっかり響かせること、まあ男性とソプラノは同じ音なんですけれども、これがピタッと重なってそこにアルトがピシッとはまると、とてもこう厚みのある聞き応えのあるハーモニーになります。このルの音だけ練習してみるのも完成度を高めていくには必要かなと思います。男性、アルト、ソプラノのようにこれルで重ねていく、ルー3はいルーという風に、これができたら輝いてるのように、この白い音符の部分ですね、まあここでは全音符ですが、こういった部分の響きを磨いていくと。さらにその直前のもですね、これ普天二分音符なんですけれども、いつまでも、さらにここは単なるフォルテ、メゾフォルテではなく、こうクレシェンドして盛り上げていく部分ですので、いつまでも、いつまでも、いつまでも、しっかり音程ピッチを保って、大きくクレシェンドをかけて、輝いてるのところに、こうクライマックスを持っていけるように、いつまでものも、この白い音符ですね。普天二分音符です。さらに戻ると、サビの頭、海よ海よ海よ、ここの二分音符、これフレーズ最後の音なので
それは高い音で伸ばすところでもないので、ちょっと見過ごされがちなんですけれども、海よ、海よ、海よ。ここでしっかり響きを作っておくと、次の、素直な気持ち気づかせてくれるのところが浮かび上がってきますから、こう白い音符で響きを作る部分、ちょっと色分けとかしておくといいかもしれませんね。で、なんといっても本当最後の部分ですね。いつまでも、いつまでも、じゃん、輝いてる、と。2回のも、と、最後のる。最後は今度男性が下に降りますから、輝いてる、という風に、るに降りるので、ここしっかり固めて、この響きをしっかり作ること。さらに最後のハミングなんですけれども、これはもう一つ最後の方で付け加えてお話をします。三つ目、フォルテの使いどころ。この曲は曲を盛り上げていくにあたって、メゾフォルテ、フォルテ、フォルティッシモ、これを結構細かく使い分けています。まあもっと言うと、メゾピアノ、ピアノ、ピアニッシモも結構細かく使い分けられているんですけれども、どちらかというとフォルテの方を先に作っておいた方が、フォルテの方を作る方がやりやすいので、一番盛り上げたいところにフォルティッシモ、ちょっと溜めたいところにメゾフォルテ、メゾフォルテからクレシェンドしてフォルテ、さらにもう一押ししたいときにもう一回フォルティッシモと、これを部分部分に応じてしっかりと意識して使い分けることが、この曲を表現する上では結構重要なことじゃないかなと思ってます。海よ海よ海よ、素直な気持ち気づかせてくれる、君と見た夏の日の思い出はいつまでも輝いてる、のようにずっと同じフォルテじゃなくて、このフォルテの使い分けですね。さらに最後の部分では、君と見た夏の日の思い出はいつまでもいつまでも輝いてる、のようにフォルテ、メゾフォルテ、クレッシェンド、フォルテ、メゾフォルテ、クレッシェンド、フォルティシモと、それこそ波が押し寄せてくるような盛り上げを作っていく場面ですので、こうただ力で押していく一本調子の歌でなく、うねりを感じさせるような、まあ、聴いてる人もその波のうねりに巻き込まれていくような、そんな表現ができると、まあ、この曲の完成度5段階ぐらいアップするんじゃないかなと思います。はい、3つのポイントをお話ししましたけれども、付け加え、その1、広がるや輝くといった言葉のイメージをしっかり映像でイメージして、そのイメージを表現するように歌い込んでみてください。フォルテとかピアノとか言うと単純な音量的な問題として捉えられがちなんですけれども、いつまでも輝いてるのように、この輝くっていうイメージですね、眩しくて目が開けてられないぐらいのこの輝きを感じさせながら、あるいはイメージしながら、輝いてると表現してもらいたいなと思います。広がってゆくとか、まあ一番最初もそうですね、暑い8月の暑い広いふるさとの海で、1番が暑い、2番が広い、音としては同じなんですけれども使われている言葉が違うんですよね。眩しい、静かな、眩しい水平線を、静かな優しい歌を、眩しいとか静かなとか優しいという言葉をしっかり言葉のイメージを表現できるように、言葉の表情を大事に歌っていくと風景が生き生きと浮かび上がってきますので、はい、付け加えその1、言葉のイメージを豊かに表現してみてください。はい、で最後のハミングです。結構フォルテフォルテで盛り上がりを作っていく曲なんですけれども、最後は本当にこの砂に水が染み込んでいくかのようにスーッとハミングで終わるんですよね。男性だと、これが、んにならないように、んにならないように、ちゃんとここに響かせて、強弱記号的には、メゾピアノ、ピアノ、デクレシェンド、ピアニッシモなんですけれども、しっかりと会場の一番後ろの、一番端っこの人の先まで、届くピアニッシモ。
この最後のピアニッシモのハミングが決めれると、途中すごく元気よく歌っていても、このハミングが雑になってしまうクラスをよく見かけます。このハミングのところはさっきみたいに重ねていく練習をしっかりやって、遠くまでしっかり響くハミングで、スーッと終われるように、まあ良い余韻を残して終われるように音楽作り、曲作りをしていってもらいたいなと思います。はい、以上となります。ありがとうございました。さよなら、また会いましょう。どうも。